ジャガイモンロードトゥ富士登山。よっしゃー、来ました。さあ来ました。まあ、ロードトゥ富士登山、まあ、富士登山もうすぐですけれども、はい、まあ、今回予行演習としてね、やっぱ大事でしょう、やっぱり。そうですね、うん、フルマラソンでも何でも、いきなり降るっていうのはきついですからね。そうでしょうね。5キロ10キロって増やしてって、じゃあ今日は5キロぐらいの感じですね、はいはい、まあ、そういう感じで、はい、僕なんかも特に初心者ですんで、はい、これをやっていただかないと困るということで、千葉県の鋸山っていう、これはねすごい名前です。鋸山なんですけどもあのね、登山にね詳しい人に僕聞いてるんですよ、はい、この関東近県でいいとこないかなって。そういったら鋸山がいいと。ああ、その富士登山に向かっては登山に向かってもいいし、はい、この季節もいいと。なんで非常に素晴らしい今日登山だと思います。ああ、いいですね。で今日もあの涼しいですしね、はい、でまあ写し方などもね富士登山に向けてスタッフの練習でもあるんですね、そうですね、僕らの写り方とかそういうものもまあここ関口さんのカメラですけどもまあ僕過去に番組で登りましたけど、最後カメラマンがこう持って登ってきたとかやりましたのでバテてこれじゃ何も撮れねえだろって。撮ってないの。いや確かに大変なんですよ。そういうことね、はい、そうでしょうね、まあ、そういうことも含めて全体シミュレーションです、はい、シミュレーションメンバーです。川本文太、小川誠、どうぞ。 おはようございます。喉どうしたんですか。あのですね、今ちょうどですね稽古中なんですよ。あ、舞台の、舞台の稽古中で結構すごいんですよ、声量が。で今ちょっとこんな感じなんですけど。なるほど、ボロボロですね。そしてこれで僕ら見てください、これ何やってらっしゃるんですか。登山用ですよ。登山用の靴ですよ。私もあの山登り用のスニーカーです、自分の中で。富士登山行くとこういう格好で登ってる子いるんですよ。だって若さなんだなと思うんですよ。そうだって余裕ですもん。余裕なの。しかもだって今日なんて10分の1ですよね。富士山の東京タワー登るぐらいですよね。そうそうそう、333だからね。ですよね。だったら多分余裕かなと。東京タワー登るぐらいぐらいですよね。300。東京タワー登るのも大変だと思うよ俺は。気合十分ですね。元気、はい、元気、ね、はい、元気です。一方土系色のいつもの通りの土系色、川本文太さん。僕今日本当しょぼいライブが入ってたんですよ。ええ、こっちに回されちゃいました。はい、ショーでライブより面白いところよ。あ、本当ですか。お、いろいろ。相方休みだ。相方休みです。お、休みになっちゃう。さあということでロードトゥ富士登山はもう始まっているわけでありましてですね。はい、まずあちらの京急品川駅、まあ、あの京浜急行で京急品川駅で、まあ、電車であるところまで行きました。はい、そしたらフェリーで東京湾をクルージングしました。はい、でその後の鋸山登山、海に山に。まず電車に乗るわけですけども、はい、まあ、電車でやる企画、素晴らしい企画を用意しております、はい、まずあちらの喫茶店に移動して、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、さあ京急に乗るわけでございましてですね、はい、京急京浜急行線はもう電車オタクたちももちろん大支持です。あ、そうなんですか。それもエンジン音がまた素晴らしかったりして、どうるるるるるる、メロディーになってるやつ。なるなるな、なるほら、そう動くときな、ほら、もう違う。それをなんと貸し切り。すごい。そんなのしてくれるんですか。4人だけでですか。4人で。貸し切り。噛み合うんですかこの番組。いや、なんかよくわかんない。京急ってそういう素晴らしいとこなんですよ。優しいんだ。ああ、いいとこですね。いいとこなんですよ。クレイジーケンバンドって素晴らしいバンドやりますけど、いいねの。あれもね、京浜急行ってなんだかいいねっていう。歌ってるぐらい。でも京急はものすごい支持が。その京急はね、駅名がまた素晴らしいんで。駅名ですか。駅名が素晴らしいですよ。大好きなんです京急。今日も乗ってきましたけど浅草から僕は。まあ、ここは今品川ですね。はい。青物横丁。サメズ。サメさん。サメズ。免許。そこにこのなんか造式、梅屋敷とかね。あ、梅屋敷、花屋敷的な。花屋敷的な八丁縄手、読めない。生姜、あ、これ生麦、惜しかったですね。生姜、でも生姜みたいだね。小安、まあ、日の出町、すごくいい名前がいっぱいある。ほら、小金町、変わったのがいっぱいある。日の出の後も小金なんですね。そうなんですよね、すごくいい。これ、すごくないですか。YRP 伸び、はい、何これ、どういうことなんですか。すごい、 YRP 伸びがわからないんですけど、 IRP 伸び、こういったところですね、はい、私はセレクトしましてね、ベスト、ベストいくつか選んできました、はい、これをどんな駅
由来でついたのか、うん、はい、あるいはどんな駅なのか、はい、なぜこの名前なのか、どんな駅なのか、じゃあ青物横丁はまこっちゃん、あーなるほど、立ち合い側、誰と誰が立ち合ったんでしょうか、立ち合い側、ね、平和島、はい、難しいな、由来いいでしょう、平和島、そして葬式、葬式はまこっちゃん、むずいの来た、生麦はもう生麦、分かるでしょこれも、生麦当ててくださいよ、小安、はい、そして小金町、屏風ヶ浦、綺麗な名前、そして金沢文庫、はい、それじゃあ、それぞれ考えてお書きください、どうぞ、おお、いきなりですね、なぜ、どうよ、じゃあちょっとペンをね、はい、できました、完璧にもう乗り込める、乗り込めるね、行きます、できた、できた、よし持ってて、はい、あと最初にちょっと謝っておきたいんですけど、ちょっとニンニク臭いなと思ったら私なんで、ごめんなさい、今日それなんか飲みはいいじゃないですか、じゃ飲んだんですよ、昨日の夜ちょっとニンニクを食べ過ぎてしまって、ニンニクを食べ過ぎて、よくニンニク臭いよね、こんなん言ってない、前も言ってなかった、そんなこと前言ってないですよ、多分ちょっと今日は気になるかなと思って、朝からちょっとこういう気味で喋ってるんですけど、お前のことニンニクって呼ぶよ、嫌だ、我々だけの車両、はい、お願いします、貸し切り、お願いします、さあということで貸し切り電車です、はい、失礼しています、ありがとうございます、さんも、ね、もう乗った人が捨ててった新聞が回収するんですね、そうですね、いいですね、それでも誰も乗っていない、変な感じですね、ここは女性専用車両に特別に乗せていただきまして移動しておりまして、はい、さて始めましょう、はい、題して駅名想像してみよう、はい、品川からずっとノンストップでこれ行きますんで、はい、あ、そうか、担当小川、青物横丁とはどんな駅でしょう、お願いします、若い人たちが青春を過ごした町なのだ、はあ、青物、青いって言いません、若い人たちのこと青いって言いません、ね、あいつら青物だと、そうが、なんか青春を謳歌した町、ストリート、ストリート、青物横丁、ちょっとかっこよくないですか、中村正さんとかね、なるほどね、じゃあ噴水に入っちゃったりと かイメージ的に、と駅舎はどんな感じなんですか、駅舎、どういう意味ですか、駅舎、いいところえ、まず駅舎が分かった、駅の建物、車掌さん、いや、建物、駅舎、その車掌じゃない駅の社屋というか、私のイメージだとなんか木でできてますね、青春だから、青春だからなんか木でちょっと古い感じで、なんか、なんていうんですか、こういうレンガみたいな木みたいな、レンガみたいな木、なんか今見た目は、川本さん翻訳してもらえますか、阿弥陀寺の横みたいな、そう、なんかこういう阿弥陀寺の横みたいな、皿みたいな感じで継ぎはぎみたいな木でできてて、なんかトトロが出てきそうな感じな雰囲気の、トトロ、トトロ、なんかちょっと昔っぽい感じで、ああなるほどね、味がある感じの、ちょっと中に落書きとかしてほしい、してあってて、ホテルあったりとか、ああもう本当青春、青春ですね、みたいな感じのイメージ、恋愛恋愛恋愛、そうするとやっぱり柱の陰でチューとかもしてんじゃないですか、できたりとか、新宿駅のなんか終電の時みたいな、ああいうのうざいですよね、え、そういうのうざいそういうのうざい、新宿駅とかそういうのやめてほしくないですか、なんかちょいちょいいますけど、ちょいちょいいるでしょ、そういうのよくないですよ、なんか公共の場でチューはなしじゃん、チューはなしですね、泣いて別れる人もいるわけでしょ、あ、いるでしょ、最後の青物横丁で別れる、別れたいと、そう、ちょっと切なくなりますけど、俺は東京は無理だっつって田舎に帰るやつをみんなで送り出すとか、そういう青春が詰まった感じの、なんか青物ってなんかそんな感じがしません、青物横丁のホームにはお母ちゃん、はい、どんな人がいるの、ホームには
基本的に若い 人しかいないんだよね。いいよし、もうすぐ来るよ。ちょっと長髪でね、そう、若い感じでなんかジーンズ履いて、あ、ジーンズ、あ、ジーンズ履いてたり、パンタロン型で制服の人がいたり。青森横丁 の、 あの駅前にはどんなお店があるんですか。なんかおでん屋さんとか。あー、なんかいい ね、 あ、 いいですね。あと定食屋ね、定食屋さんとか、丼飯をいっぱい食わす。あと駄菓子屋さんとか。なんかもうすごい昔なイメージなんですけど、なんか横、なんか青物横丁商店街があるんだ。商店街とかあったりとか、青物横丁商店街っつうのがあった。なんかそういうなんかイメージ。お肉屋さんのコロッケがあったり。あ、いいね。そう、コロッケとか。コロッケいくらですかね。コロッケ1個50円とか、なんか安い感じで、若者に優しい街。おばちゃんがあげるから、すぐ安くなる。ゆっくり。違うのかな。めっちゃ安くなる。なんか駅名的にちょっと昔っぽい感じがするのは私だけでしょうか。コロッケうまいな。いいですね。これですか。あ、これですよ、油部長。全然違う、全然若者に。全然なんかおじさんしかいない。なんか茶色いイメージだったんですよ。全然レンガじゃねえ。お寺とお墓、はい、すいません。青物横丁はこちら、はい、開業した当初の駅名は青物横丁であって、横町ね、ここね。で、江戸時代後期農民が収穫した青物、まあ、野菜ですね、持ち寄って市を開いたことから来ていると言われています。あ、そういう野菜を畑ばっかだったんじゃない。はい、続いて立ち合い側、はい、どんなとこですか。川を挟んで2つの村があり、うん、おうおう、両親立ち合いのもとお見合いが行われていた。いいね、いいよこれ。嫁として迎える時は、うん、男が川を渡って迎えに行く。かっこいい。川が急なので命を落とすこともある。あったというわ。ここあ、いい駅だね。ありそうですね。そういう川が命がけの恋でしょ、だって。昔はそうですよ、やっぱり嫁もらうってことはね、はい、早田奥田さん、奥田たちが来た。川ありました、ありました、ありました。ちっちゃい川だよ、あれ。ちっちゃい、ジャンプでこれ命落とさないあそこ。さあ、立ち合い川はちっちゃい川だったな。はい、あの立ち合い川は碑文谷公園の弁天駅を水源としてんだって。あ、すごいよね。すごいでしょ。で、1524年江戸攻撃の北条氏綱と上杉智興両軍が太刀を合わせたことからと言われて。なかったんだ、立ち合い合戦はあったんですよ、はい、合戦がどうやら戦ったんだな、ね。続いて平和島。平和島、はい、はい、はい、お願いします。平和島、はい、これ平和じゃなかったから逆に願いを、まあまあ、だ、そりゃそうだよね、希望を込めて。そうだよね、殺し合いやら、うん、いろいろあったんでしょうね。喧嘩やら、うん、あった。住んでる人の希望なんだ、はい、そうです、希望、祈り、願い。じゃあどんな 駅のあれなんですか。やっぱり平和 の、まあ、その血とか染み込んだような、血とかが染み込んでる。やだ、怖い。ちょっと、もう燃えてた。無理じゃないですか、その駅。何があったんだっていうぐらいね。そうね、いや、だからこそ平和への願いが伝わってくるんだ、はい、いうことですね。じゃあ平和のなんか像とかもあるかな。あるじゃないですか、ね、はい、平和の像、鳩の鳩、ね、平和の鳩のあれとかあるじゃない、はい、鳩とオリーブで。もう人は少ないと思います。まだまだ平和じゃないんだ。そうですね、まだ荒れてる。やけに落書きがあったりね。平和島だよ、ほら。これ平和島。やばいよ、これ。怖いよ、怖いよ。怖い、怖い、怖い。みんな隠れて。人っ子一人ねえよ。みんな隠れて。人は少ないです、だから。あの、女の人が携帯見てるけど。平和、平和になっちゃった。平和になってよかったみたいな。駅員さんが笑いながら喋ってましたよ。ほら、よかった。平和になった。笑顔が戻った。ね、平和島。神奈川の上を通るんだ。なんと平和島は、はい、昭和14年に埋め立てられてできたんですけど、戦時中収容所と。うわ、うわ、うわ、ね、戦争の辛い思い出がたくさんあったので、願いを込めた平和島なんです。うわ、本当に当たった。すごいじゃん。これはもう、大当たりですよ。素晴らしいです。すごい。願いだったんだ。願いだった。収容所があったんです。次、増殖ね。増殖、はい。雑って字に色ね。はい。雑な色。まごっちゃん。はい。この町で増水が生まれました。
なんかどういうことですか。はい、どういうことですか。増水 発源地、はい、発祥の地だからいろんな食材を色としたんだね。あ、なるほどね。お米じゃない場合もあるんだね。じゃあ泡とか冷えとかそういうことなんですかね。泡とか冷えとか分かってないと思うけど、増水発祥の地、泡とか冷えとか。なんで増水が最初増水を必要としたんですか、町の人は。あの、やっぱ消化にいいものをってこと。胃が疲れてたんです。健康志向なんですか。やっぱ平和を願って、結構体にも平和を。平和に乗っかった。平和に乗っかった。同じ路線だから同じ文化とは言ってませんよ。限りますかもしれないです。それは貧しかったんじゃない。増式、ああ、だから増やしたんじゃない。なるほどね。あ、お米を、まあ、そういうことですよね。そうですそういうことです。体にいいものをやっぱ食べようと。あ、みんなが願って、でそれでここから増水が生まれて、これはいいと。ここはまずね、ここは違うんだ。またいいんです、これから。梅屋敷ってね、ここいいんだよ、梅屋敷っていう。梅干し発祥の地ですか。梅干し発祥の地じゃないですけど車掌さんがね、また車掌さん。あ、取った。女性専用車も取るんですね。時間帯ですもんね、だって。そうだ、時間帯だから。一回一回これ剥がすんだ。剥がして、これ剥がすんですか、一回一回。簡単に剥で、また貼って。何時間ですね。朝の午前中の時間帯だけ。貼るとは思わないよね。スピードが上がってきたぞ、おい。あれ見えねえ、これじゃ増水があれ、おめえ、あれ結構いや、まだでしょ。今通り過ぎました。本気出したね。まだまだまだ本気出してきた、だんだん。いや、多分だから駅のあの看板は全部増水の看板でしょ。そうですね、鳥増水、なんとかカニ増水、増水、旗が上がってます。旗が上がってんの。あれ今ほら、ここは待って、ここだ。増水食べてる人がいた、今。増水食べてる人いた。いたかもしれない、今見えた。いやー、増水は増水食べてる人がいたかもしれない、今。食べてなかった町だったね。まあでも増式、はい、正解。昔この近辺に大屋敷があり、そこに使える人たちを、まあ、増式っていう身分、身分の住んでいたという説、それから六郷神社の領地に由来するって諸説あるけど、こういうあの使えてた側の人たち、増式っていう人たちから来たという。増水は関係ないっていう。そんな言われましてもですよね。いやいや、まあまあ、まあ、あなたのも一つの説ですから。そうそうそうです。生麦。生麦。あ、僕ですかね。はい、生麦。はい、これ有名な駅ですから、生麦は。滑舌の悪い人たちが住んでいる。とりあえずそっから。これ一個だけでもクリアしようっていう。なるほど。一つだけでもクリアしよう。確かに。生麦も言えない。そうか、のんびりしてるんですね、みんながね。あ、でだから、ね、駅の名前にしてクリアしていこうと、はい、すごい。っていうことは、みんなあのそこで切符買う時も生麦割とゆっくりですよね。生麦生麦一枚。わかりました。そんな朝のラッシュの時どうするんですか。いや、だけどのんびりしてるんですよ。ああ、せかせかしてません、この生麦の。遅れたら遅れた。あれ止まった。あ、いいですね。これ玉川。これこの川はなんだろう。この川は玉川。玉川ですか。玉川。いいね。あ、玉川こっち。あ、釣りしてる釣りしてる。釣りしてる。いいな。いいな。川はいいな。長ってでかいね。でかい。でさ、テトラポッドがあんなにあるから結構あの荒れるときは荒れるってことでしょ。そうですね、これ、うん。テトラポッドってよくなんか中学生の頃に言ってた気がする。よく言ってた。なんで言ってた。テトラポッド。テトラポッド。言うかな。なんか海とか行くときとか、あ、テトラポッドがあるみたいな。最近言ってなかったんだ。最近言ってないですね。中学校とか小学校時代に流行った。テトラポッド。流行った。なんかテトラポッド。あ、教習所もいいね。なんかこうミニチュアの世界があるよね、教習所って。あんなね、簡単なこともできなかったんですもんね、最初ね。そうだよ。それで車庫入れとか教わってさ、クランク、ね、S 字クランクとか言ってた。わー、やるね、 S 字クランクって。変な言葉なんだよな。俺卒検で落ちたんだよな。マジ歌ってたら一時停止突きって。あ、余裕だっちゃうよ。危ない。そろそろ京急川崎でしょ、これね。
ほら川崎はこうでかい。あ、ここ川崎ですか。そうですよ。ほら結構早っ。そういう街も通ってくんだね。人がこう川崎やっぱ多いですね。あ、すごい、ちょっとすごい、ほら栄えてる。あ、東方シネマズがある。川崎すげえな。川崎やばいね。うわわわ、結構シネコンとかあるんだよ川崎は。街だ。うん、川崎ラゾーナ。ラゾーナ、何ラゾーナって。ラゾーナ私しょっちゅう行ってました。住んでたんだ。この辺住んでたんですよ。そうなんです。だからラゾーナすぐ出れて川崎よく来てましたよ。なんで京急線の駅の名前あんなに変な間違えられるの。じゃあ京急は使わなかったんですよ。そうなんだ。東横線だったんですよ私。東横線降りろお前は。降りろ。ここで降ろさないでください。ここで降りたら。住んでたんだ。ここら辺住んでたんですよ。品川まで京急で来てんだ俺は今日は。やる気満々で東横線。あれ、さあ来ました、生麦。どこ、これはもう生麦。先にあの由来は言わないけど、生麦事件っつったらもう大変な事件だったんだから。何ですか。米騒動みたいなもんですか。国交一期。いや一期ない。日本初の国際問題じゃない多分。生麦事件って、外国人を切っちゃったんですよ、この生麦で。え、生麦で切ったんですか。いや刀で切ったけど。ああ、何か生麦っていうと、生麦で切れるわけないな。ほんとの優しい。いや、教科書にあったでしょうよ。気持ちとして逆らったんだ。気持ちとしてって。だったら米で切れよ。麦の本場の人をなんで麦で切ってんの。生麦事件って大変だったでしょ。さあ来ました、ここは生麦。ここが滑舌の悪い人たちが。だから駅員もあんまり言わないんですよね。あ、言わないこと前提なんだ。あ、今、うん、あ、違った。でもなんかすごいなんか綺麗なお姉さんがいたよ。いましたね。いたでしょ。モデルさんみたいな。ミス生麦。足の長い。ミス生麦。ミス生麦がいました。はい、生麦の由来。はい。徳川家康が関東入国に際し生麦を買って街道を開いてきたという説がありますね。そしてこれですよ、1862年、生麦村で薩摩藩の島津久光の行列を妨げたと言って、いや、イギリスの商人が行列をの通っちゃったわけ、うんうん、で怒って、あのこの薩摩藩がこの4人を殺傷しちゃった。うわうわうわ、すごいね。これイギリスと日本の大変なもう国家の問題になってっちゃうんですよ、19世紀。これが生麦事件。そんなことがあったんだ、ね、だからイギリスの商人はこの辺にいたってことですから、よほど開けていたということになるんですね。次、小安。はい、小安お願いします。はい、小安、やっぱりあの畑とか多いと思うんですよ。生麦もそうですけど。そうか、周りね、なんで、うん、小安が生って小安。ああ、はい、どうと小安っていう駅だったの。はい、小安くせえなって言ってた。あ、でも小安くせえなってまずいなってこともあってね、はい、やっぱりそれじゃ小安くせえな。はい、じゃあ、なまる人もいたってことですか。そうですね、やっぱりその薩摩とかからいろいろ来たじゃないですか。九州の人は小安を小安ってね。小安ってのは東北の方の人じゃないですか。そうですね、いろんなとこから来て外国人来てるしね。そうですね。あ、はい、ってことはじゃあその豊かな感じが駅舎に現れてるわけですか。豊かというよりホームに。そうですね、その小屋敷の匂いだったり、だったり、はい、色だったり、まあ、で茶色いのね。はいはい、よせよお前。どんだけ臭いんですか。小屋に怒られる。怒られる。冗談じゃないよ。増やすって意味の小屋か。小屋す。あ、いいね。ね。そうそう、人を小屋し、はいはい、作物を小屋し、文化を小屋し。いい、そうって考えたらいい名前だね。そうですね。小安。小安。ただ字がちょっと違うんですけどね。まあ、書いてたんじゃないの。書いてたんですよね。でも、安産のお守りとかも売ってるだろ。あ、駅で。子供の。駅で売ってんじゃないか。売ってました。売ってて、売ってたよね。はい、あと、あの、ほら。二人ですけどね。腹帯とか。売ってました。腹帯ね。お母さんたちがこう、安産して。安産の神様いるんだ。安産もいますね。あ、小屋の中から出てくるような。小屋の中から出てくる。はい、お母さんがね、お母さんが肥やしみたいなもんだもんね。そうそう、それで栄養もらってたからね。子供たちがね、無理やり繋げてますね、いろんなものを。三道はちょっと楽しみだね。はい、商店街はなんとか三道になってるんじゃない。あ、お母さん、ね、あ、お母さんのね、はい、子宮に向かっていくような感じで、ね、いいね、いい街だね。ね、ホームがね、茶色いかどうかが問題でね。あ、来るよこれ。あ、来る。来るよ。
あれあれ壁がねえな。ここだ。超えてないね、あんまり、ね、超えてあんまり超えてないし、ね、ガラーンとしてんね。いやいや、ホーム何にも生えてないよ。今までで一番ガラーンとしてんだよ ね。肥やしてなかったけど。いや、お守りなかったよ。なかったね。あ、外で売ってんのかな。外です、出たとこですね。で、商店街の肥やす、はい、ね、花月園近くにある真言宗東福寺に鎌倉幕府の御家人稲毛三郎平重成が3年間祈願し男児を授かった。おー、子供だという説に由来するっていうのは、やっぱり子供が、まあ、に恵まれる子宝なんですよ、小安の駅でね。昔はこの付近を小安村と呼んだと。スーパー稲毛屋の名前はこの稲毛三郎から来てる。おー、その名前なんだ。稲毛屋からの、そうなんだ。こっからいろんなもんが肥やされて、あ、でもそこにかかってるんですね。かかっております。あながち間違いでも、そうだね、子供が生まれたんだ。そうなんです、子安ね。小金町は誰ですか。はい、はい、いい名前だね。小金町、いい名前なんですよ。素敵な話が欲しいな。だから、昔は位の高めの方たちが集中して住んでいたんです。小金だけに。白金勢的な。白金勢的な昔の、うん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 、誰と何誰話してる。金持ち村だ、もう。そうです、そうです。お金持ちの方の位の高めの方が集中して住んでたから、うん、もう、ね、きらびやかな町だったんですよ。駅舎も。駅舎は金でできてます。ストレートですね。金でできてたんですよ。今は分かりませんよ。金閣寺みたいなもんだもん。そうです、そうです、そうです。はあ、そうするとやっぱりあれですね、こう手すりとかもこうダイヤが入ってますよね。入ってたりとか、もうあれですよ。もうラメラメしてるんですよ。ラメラメ。ラメラメ。今で言うラメラメですよ。こういう感じです。こういう。ああ、駅？そのベルト。こういう感じの。ベルト見せてください。こういう感じのきらびやかな。駅舎になってました。ホームが。ホームが。ホームも全て。人も金持ちで。引く人も金持ちで、みんなもう。小判せんべいとか売ってるね、じゃあね。売ってますね。小判じゅうとかもそういう系で。小判まんじゅう。小判まんじゅうとか。超いいですね。キラキラしてるはずなんですよ。だって、なんかロマンありますもんね、名前に。名前かっこいいですね。どこに住んでんのって、駅どこって小金町って言ったらちょっといいもんね。白金勢よ的な。ここですか。ここはね、横浜ほら、これ横浜どうですか。横浜なの。京浜ですから、京浜の品は横浜。おー、やっぱり乗降客が多いよ、これめっちゃ多い。これすごいよ。これさっきの小安と落ちないそうですよね。そんな距離ないのにね。やっぱいろいろ乗り入れてますんでね、ここは。小安の人も小安から乗らずにここから乗るって感じ。歩いちゃうかもしれない。見張って見張って横浜なんだ。見張って横浜なんだよ。わざわざこっちまで来て。大都会だね。お、力尽きた。力尽きたわけじゃないです。まだまだ走れますが。横浜で力尽きた。小安の辺からもう全然行ってたからね。登りずっと。誰が走ってるイメージなんだよ、それ。あれ、小金ちょっとあれですか、ちょっと大人のお店が多い。そうでしょ。夜遊びのとこでしょ。あ、僕一回行ったことありますわ。え、マジ？すげえババアが出てきて。そこですね。いやいや、ババアじゃないけど。誘われて。夜の街なのかな。そうなんだ。夜の街なんだ。言いました。寝ないんだよ、だから。夜も輝いてる。お金が。行ったり来たりする街ってことですか。ということはこう拝んどいた方がいいじゃないですか。参拝しといた方が小金町の駅は。小金町に着いた参拝して財をなすかもしれない。そうそうそう、そこからあの人はあの金持ちになったって言われるかもしれない。あ、ちょっとホームにはね、これから出勤なのか。お姉さん、綺麗な、お姉さん、この街にこんな綺麗な人がっていう立っててほしいな。名前がすごいですよね、この京急の。日の出町から小金町だもんね。いい、都内の沿線では一番駅名がいい、振るってると思ってるから、ね、駅名すごい。京急が。あ、川だ。わ、本当だ、川に沿っていくんだね。桜があっていいね、なんか。あ、日の出、なんかこの町いい町だな、なんか、ね、なんか住みやすそう。なんかノスタルジックな。そうですね、うん、そろそろ来んじゃねえの、小金町が。これもうすぐですね。なんか金の匂いがしてきましたね。
ゃすげえ金の豪華な一般じゃない、うん、金のそうでしょ、はあ、ちょっとなんか街の感じ変わってきた。来た来たほら賑わってきた賑わってきた賑わってきた。いや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 来たよ来たよ小金町。今小金町小金町だよ。あれ取り過ぎたよ。今のは違う。今のは小金町じゃないです。個室ビデオしか見えなかった。今小金町じゃないです。小金町あれあれあれ金のあれじゃなかったんですか。見せかけた何かがあったんでしょうね。はい正解。まあどあの駅の所在地は白金町だったらしい、うん、それがねとあじゃなくてとあ当初小金町で白金町どっちにしろとても金に関係がある名前であることは確か、ね、由来は難しい。中国の哲学書エナン寺の中に聖水に黄金あり龍炎に玉影ありというところから命名したという説があるけども、まあ、ちょっとよくわからない。これに関しては少なくとも僕も今見ましたけども金箔のかけらもなかった、なかったですね。今私何も見えなかったです。続きまして屏風ヶ浦を。あ、俺かな。かっちゃんお願いします。はい、屏風ヶ浦、うん、屏風、まず屏風とは、うんうん、その昔悪いことの起きる前に吹く風として人々に恐れられていた。そういう風のことなのね。あ、悪魔の鳴き声屏風、これが昔のやばいやばいな。屏風屏風にかかって吹くので、うん、その名がついた、うん、自殺の名手だ。昔ね昔あの錦があるみたいなもんで、今は違いますけど、見入られちゃうぐらいの場所だったんだよと。だからなんかあんまり良くないという。良くない。屏風ヶ浦、あこの辺なんかやっぱりこう土地がなんかこう、そう、いや高低差あるね。高低差あるね、確かに。だからやっぱこういうところ吹く風が出る、ね、屏風がいい眺めじゃないですか。あ本当だ、なんかあここがこういう風になってて綺麗ですね。すごいね、あっちの景色、段々が家ばっか、うん、あなるほどね、これは風が吹くわ。あでも電車が下の方に入っていくやっぱ、ね、谷の中で風の風を避けて、なるほど。それは何、竜みたいな感じなの、通ってくるんじゃないですかね。ちょっと黒い、はい、何かをこうさらってくっていう、さらっていく、あったものがなくなってたりとか。だからあんまりはっきり見ちゃうと目が合っちゃうと大体ほらだってこうほら、あら本当だ、本当だ、谷の中をこう走ってるみたいでしょ。怖いね、怖い、このまま吸い込まれちゃうじゃないですか。そうそうね、不吉な、ほらうわー、怖い、風に吹かれ、ビョービョー吹いてきた。聞こえてくるんじゃないですか。吹いてきたよ、やばい、みんなここから出ちゃダメだ、全然違う景色になるんじゃない、なるかな、これ屏風ヶ浦だけに人が抜けた屏風ヶ浦。でもあのなおかつこう、あちょっと上がってきたぞ、あ街になってきた、街になってきたけど結構ホームまでというか次の駅まで長いですね、ここ。そうですね、ここ屏風ヶ浦、屏風ヶ浦、屏風ヶ浦言ってましたね今。全然吹いてない。全然吹いてない。吹いてね。全然吹いてない。のんびりしたもんだったよ。はい、屏風ヶ浦。はい。海に迫る山が屏風を立てたように連なっているという説。山が。そう、やっぱりこうね、海から海近いですから。源頼朝のが命名したという説など諸説あるんです。安政元年19世紀ペリーが来たでしょ、軍艦7隻で、うん、その時にペリーがここを見てミシシッピーに似てると、海図に書いたという噂があるんです。そんなとこなんだね、日本のミシシッピーですよ、屏風ヶ浦。屏風とか風吹きませんよ。素敵なとこだったんですね。素敵なとこですよ。悪い風が吹かない。はい、最後金沢文庫、はい、最後らしい答えを、あ、綺麗にね、はい、立ってやってくださいよ、はい、書店が多いから文庫だけに、そう、文庫だもんな、はい、まあ、文庫は文庫ですけれども、はい、じゃあ、あの駅の中でもですか。そうですね、神田だ、神田みたいなもん、神田です、あ、はい、古書街もう書店が多い、とにかく、とホームもこうキオスクがもうキオスクだらけ、ね、でホームで待ってる人はみんな本読んでる、あ、そうかもしれない、そうです、本多いです、あ、
全員本です。駅員から何から全員、まあ、答え合わせは電車降りてからっていうのは、はい、なぜなら金沢文庫で車庫に入っちゃうんですよ。これ2分しか停車時間ありませんので、すぐ降りないと、はい、そこで降り損ないますと、はい、もう車庫行って、その車庫に入るともうビョービョーって風がこっちまで吹いてきますから、ね、危ない、危ない、風にやられる。でまあ降りたら書店が多いかどうか確かめてくださいね。金沢文庫、確かに文庫だもんな。なんか不思議な本屋さんあります？本屋あるでしょ。それはだって本屋だって文庫本だけだろ。だってだらけだからね。単行本ないだろ。だらけ本。あ、福沢来ました。ありがとうございます。どうもございます。はい、ございます。ほら、おいきなり、え、見てみて、これブックス、ブックスありました、ブックス、ブックス、はい、すごい、ブックスあったわ。すごいね。本当だ、いきなりよ。あ、本みたいなの読んでらっしゃる方がいる。本読んでる、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 本だらけじゃん。結果、書店は一つしかありませんでした。あ、これ見えた、ブックスっていう、だらけじゃなかったんですね。あと、ちっちゃい本屋が閉まってました。そうですね、でも大きい駅ですね。そうですね、こちら、金沢文庫、はい、構内に電車基地がありますんで、え、我々の電車ももう入ってしまいました、うん、はい、北条実時が建設した武家の書庫、施設図書館ですね。金沢文庫っていうのを北条氏がもう作った、1275年ぐらいではないかと言われておりまして、現在の金沢文庫は1927年に再建されたという、大変なやっぱり本の町ではあるんですよ。なるほど、ね、ということで、当たらずででも遠からず、まあね、ということでした。京浜急行、京浜線どうでしたか？楽しめましたね。楽しかったです、あんなゆったり電車乗ったの初めてだったんで、うん、楽しかったです。こうやって乗ったら楽しいですね。そうですよ、長旅も苦にならないですね、うん、そうですよ、こうやってやってる。満員電車だったらあんなに乗りたくないですね、長い間。電車は大変ですもんね、それはね、ということで、フェリー乗り場の方にですね、バスで移動しますんで。すごい、いろいろ乗れるんだ。今日はもう電車なんですか？しかも電車、バス、まあ、フェリーですか。すごいね、トライアスロン見た。トライアスロンだけど、全く苦労してませんね、こっちは。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。あれ、運転してないな。ねえ、出ます。まあ大型フェリーでね、あの栗浜丸で行きまして、はい、着いたらもうノコギリ山ドーンとありますか、うん、あそこからそれで飯食ってスーッと上がってきます、はい、では参りましょう。はい、はい、こっち、大きいよね、ほんとね、うん、おー、もう下が、あ、車も乗るんだ、すげー、車も乗るんだ。え、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。スタッフみたいな動きしてます。大丈夫ですか？隠れて笑ったの。声がでかいから、お母さん。さあ、ということで出航しましてですね、はい、北海道の時とはまた違うこのリゾート感、いいですね、ありますよね、ありますでしょう。広いし、暖かいですね、なんかデッキがね、はい、季節もまたいいね、暖かくて そんなにあの暑くないですからね、はい、風もありましてね、気持ちいいです。でも川本さんが全然やる気になってないっていうのが分かって乗り物嫌いなんです、ね、乗り物が嫌い。この椅子直に振動が来ません、なんか酔うんだね。はい、そうなんですよ。あ、はい、それが船のいいところだけどもね。あとこのエンジンの匂いがもう、あ、無理。閉めてほしいです、あの辺。閉めてほしい。このボイラーの匂いが、ああ、いいな、船乗ってんなっていう、ね。金払ってるわけですよね、これ。金払ってます、はい、金払ってこの仕打ちないですよ。仕打ちな思いさせやがって。そうなんですよ。仕打ちってことないよ。考え方によってはそうなりますよ。こう、ほら、こう、鉱石ができてね、ミオってやつですね、うん、これ、スーッと。出るならもうこっち向いとけんじゃないですか。わかる、なんか。切り替えて。こうなってこう切り返してんですか。文句多いですね。多いですよね。そうだね。そうですよね。鉄からつけて頭から出れるのね。まあ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 、まあ、そうですけどね。そうですけどね。でここで着くまで時間がありますんで。はい。いつもはデッサンですけど、はい、はいはい、もうあれも勝敗がね、分かっちゃうね、そうですよね、そうです、
勝利者みたいな顔で人を見るけれども私に勝てないからですよね。私なんで最下位決定だから、ある意味 A クラス B クラスここもそう、私もここ A? お前は A? 人に認められるもんね。そうですよ、そうですね、そうかね、人に選ぶ人によっては。そう、まあまあ、今日はだからあの詩でね得意ジャンルの方に引っ掛けてきてだけどこれね字なんだよね、ま、それで負けたらどうするんです。それで負けたら僕もかなりきついですよね。それね、そうですよね、まあ、あの基本 自由ですよ。ここ見たこの船で移動してるこの海原を感じていただいて、詩か、詩読んだことないですもんね。難しいですよ、文章力ないのに。これ一つのこのあの中に入ってればいいです、はい、一枚の中に入ってればで、名前は書かないで、はい、ここに乗ってるある方に判断していただいて、はい、で最下位の人は、はい、さっきあのアイスクリームあったでしょ、ソフトクリーム300円、はい、あれ全員におごりですから。おやった、よろしくお願いします。では始めましょう。できた？はい、できました。お、いいね。はい、じゃあ、順番に見ていきたいと思いますけれども、川本文太さんから詩の発表でございます。詩の朗読付きで、綺麗な海も綺麗な空もいずれ滅びゆく。そうなんですよ。かすれが嫌だ俺。いずれ滅びゆく。はい、まあそうだよね。結局そうなんですよ。大きな詩だよね。はい。だって何千年単位とも言えるわけですから。じゃあちょっとまおちゃんもねかなりいい詩書くと思うんですよね、はい、意外と人に響くんだよな、うん、お願いします。詩を香るかと思いきやボイラーだこれの匂いしかしないんですよね。川柳え？このボイラーの匂いしかもうもはやしないです。気持ち悪くなってきた、うん、なるほど。かと思いきや顔色悪くなってきたちょっと臭いよろしくないです。オープニング近い色だと、オープニングなのに、そうですね、はい、じゃあ勝間さんお願いします、はい、僕すぐ浮かんだんですよ。朗読お願いします、はい、海は海でいる、空は空でいる、ただそれだけ、それだけでいい。あーなんか三つ折り三つ折り三つ折り線来た意外と着眼点同じなんですよ。そう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 、はい、大きく捉えてる、ね、はい、大きく捉えてる、なるほど、はい、あじゃあ僕が行きます。そう、はい、B クラス万年になるか、はい、栗浜一望雲の下波はどんより鈍き色何ですか、ここを読み込んでるんですか。だからこうここ絵とかも、はい、なんとも暗い感じですけど、この鈍きっていうところを使うところがね、あの絵と同じだよね、はい、いや違う違う、まず分かりにくい、説明が分かりづらいですよ。栗浜どん雲と波が鈍き色だと、鈍き色ってね、なかなか使わないですよ。これは皆さんに挨拶の気持ちですよ。皆さんもこういうところにおりますねとそれじゃ あのこれを、そうか、誰かに評価してもらうんですね。成功さん選んでいいよね、審査員。まあそうですね、自分の有利なように、はい、有利だよ。これで最下位でも知らないですね。冗談ですよ。普通僕は公平に選びますけども。聖子さんの詩を評価してくれそうな。いやそれはあのさっきの3人組でしょ。あのおばあちゃんですよ。あ。スタッフみたいに隠れてた。いいですね、なんかね。おばあちゃんちょっと呼んできてくださいよ。それでは私の好みで選ばせていただきました。はい、はい、審査員のおばさま方です。よろしくお願いします。どちらから？横浜の方から。横浜の方から。何しに行くんですか？千葉までね、あの一泊で行きます。あ、一泊で、はい、一泊旅行、はい、あ楽しそうですね。横浜山へ登るんです。一緒ですよ。明日あるんです。僕ら今日登る。そうなんですか。明日にしたらちょっと時間がかかるので。あーなるほど、そんなかかるんだ。まあそんなこともありましてですね、僕たちが今ここであの気持ちをこう詩にしたんですね、はいはい、でそれがこちら誰がどれかはもう今わからなく用意しました。はい、でお一方一枚ずつ好きなのを選んでいただくと、はい、自動的に一人選ばれませんので、はい、最下位が決まるっていうハードな、はい、で一番
2番、3番、3番はい、はい、お母さんたちの見てもらってじゃあちょっと朗読していただけますか、この一番右から、はい、どうぞお願いします。声出すんですか。はい、声出して。海は海でいる、空は空でいる、ただそれだけ、それだけでいいが一、うん、ね、あっち、はい、で二番目お呼びください。きれいな海もきれいな空もいずれ滅びゆく。お母さんが言うと怖い感じがしますね。じゃあこの3枚目をね。あ、栗浜は一望、雲の下、波はどんより鈍き色。あ、なるほどね。なんか味わいが出ます ね。お母さんたちが読むと。確かに。じゃあ一周しまして、もう一回一番左を読んでいただきます。塩香るって言うんですか、はい、かと思いきやボイラーだって。ボイラーだ、ね、ボイラー、ありますね。さあ、ポエム大賞は、はい、何さんでしたっけ。名前ですか、はい、あ、国吉と思ってた。国吉賞は、はい、どれ選ぶか。じゃーん、どうぞ。一番初めの海は海でいる。おー、はい、よっしゃー、勝俣さんがいいです。これ私のことです。差し上げます。あれ、よかったです。お名前は。そうです、須山です。須山賞、この 3枚のうちの1枚が決まります。ちょっと待ってですね、はい、よく考えてですね。須山賞は、はい、2番にしましょう。どうですか、これに。一番これ滅びゆく。よっしゃ、これちょっと待って。どこが良かったんですか、これこれはね、はい、今ほら、ね、温暖化、環境問題が、ね、もうすごく一番のあれだと思う。なんでこう触ってきてるんですか。みんなが一回感じないといけない。なるほどね、地球の問題を考えろ。こういうのを頭に入れておいて、生きていって言っていただきたいと。人生の先輩から、教育的な見地から、ね、いやー、もうありがとうございます。お名前は。白坂聖子です。白坂さん、師匠、はい、白坂師匠、いつもこの2つの戦いが。なんでなんだろう。お湯だよね。なんでなんだろう。それではいきますよ、はい、難しいよね、はい、じゃーん、お願いします。いやー、栗浜は一望。なんないですか、これ。僕のです、ごめんね。はい、ということで、お母さん、それどこが良かったですか。なんか今の今日のお天気のなんか、そういうのが、息吹色がね、すごくね、読んでるから、読める、今日読めりですから、今日、はい、これ何がこう響かなかったんですか。これ響いたんですけど、ボイラーが正直言ってください、正直言ってください。男の子っぽいかなと思う。男の子っぽい、なんとなくボイラーっていうのが。なるほど、どうですか、現実的。これはどうですか。そうですね、そう、大したことないですね。ちょっとやっぱりこっちの方があれかなと思ったけど、こちらグッときた。いつも無理にそんな理由を突き止めないです。どうだったんですか、ボイラーは。ちょっとね、深みがない。ただ浅い、人生も浅いですから。若いから、だから深みがなきゃダメなんです。深みがなきゃダメ、表面だけではダメです。ありがとうございました。美味しかったんでね。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、ソフト、俺はこう気力によっていうのが欲しいんだ。俺あれかくして。なんで最下位争い、本職ですよね。本職っていうか、俺文学者です。ですよね。本職の方がなんで最下位争いしてるんですか。そういったことね。ボイラーと戦ってましたからね。そうしたことはよくある。そんな苦情よくあるから。なるほど。抜きすぎててね。素人とね、こう、見間違えちゃうぐらいのことがある。あの下がりすぎて、またこれかと。バカの天才的な永遠のライバルですね。永遠のライバル。いつも残りますよ。何やらしようって番組の最初に火花が散りますからね、こうやって CG で。おじさん、何やらしてもらえば。大学で教えてらっしゃるんですよね。僕大学で文学を教えてます。大丈夫ですか、再開やらしてね。セミも持ってましてですね。大丈夫ですか、先生。かなりいい詩だったんですけどね。じゃあ買ってきますよ。まあ、再開じゃなくてよかったです。もうほっとしました。そうですね。よかったよかった。いいですよ、じゃあ行ってきますよ。それならば、あれ、ソフトクリームですね。すいません、ソフトクリームを3つください。はい。はい、はい、はい、はい。
しい。溶けろ、早く溶けろ。溶けてしまい、このアイスクリーム。アイスクリームが溶ける。はい、どうぞ。煙が出てる。すごい煙が出てる。煙が出てる。そうですね。一個300円もするんですよ。いただきます。どうぞ。あ、うまい。美味しい。濃厚。普通の違いますね。うん。茨だ。これはうまい。お前いつになく怒ってんな。だって本気でガチで自腹で払いましたよ、私今。うん、しかも300円高くないですか、この300円。自分の分ないですよ。自分の分ないですよ、だって。払えばよかったの。自分で払うんじゃないですか、結局。そりゃそうだね。自分の相当自分で払えよ、お前。いいもん、いいもん、別に。アイスクリームなんていつでも食べれるもん。ああ、人の金で食うのうめえなですね。最下位争いですよ、私たち。言っときますけど。余裕で勝ってる2人ですよ。お前には絶対負けないぞ。余裕で勝ってるお二人ですよ。最下位争いをしてる先生と、大学の先生と、何も国語ができない、国語のできない小川と。いや、3位と最下位はね、雲泥の差がありましたよ。ないと思いますよ、大して。結局落ちちゃった人と落ちなかった人ですからね、崖から。いやいやいや、何を、ね、そう言えば言うほど、あれですよ。雑誌の編集長もされてるんですね。雑誌の編集長もしてますよ、ここは。何をやっちゃってるんですか。ここで争ってる場合じゃないですよ。まず国語2とかですよ。まあね、成績僕は常に5で来ましたよ。あ、確かに選ぶ人ですよ。選ぶ人をいい、あの若い方を多分、うん、チョイスしてたら私のは選ばれてると思いますよ。ボイラーあれないでしょ。いやないな。いや、若い人は多分塩香るかと思いきやボイラーなんでしょ。そんな人はこういう旅に来ないもん、うん、どうぞ。そうです。だって嫌なんだ、嫌なんだ。だって何言ってんすか。僕捨ててきてもらいます。そうだな、そうだな、これいらねえよ。俺のも捨ててきて。いらねえよ。そんな再会がそんなに海で落ちたのから飛ばしたら。これ片付けて。これあっても困るから片付けて。そんな、なんで私 C 書いただけでこんな扱いされなきゃいけない。再会だから。いや、再会争いしてるのに。なんであの山に行くんでしょう。怖すぎ。怖いよこれ。